七条通りより、水産事務所旨、京都市中央卸売市場第一市場は、京都府京都市下行区須崎文木町にある日本で最初に開設された中央卸売市場。敷地面積は147,192平方メートルである。愛称は軽須崎市場。京都市中央卸売市場は中央、卸売市場法が1923年に交付されたのを受け、 1925年6月2日に開設許可を得て、全国に先駆け1927年12月11日に日本で最初の中央市場として開設された。戦時中には統制のため中外制度は一度廃止されたが、終戦後に復活し、昭和30年代の中央卸売市場法の改正や1971年の卸売市場法を経て、 現在に至っている。2012年に京都水族館が梅工事に開設されたのに合わせ、寿司市場を開設した。2014年、京都市中央卸売市場第一市場施設整備構想が策定され、施設のコンパクト化、構想化を進めることが決まった。2015年から京都市中央市場施設整備基本計画により、 老朽化の進む聖果旨をはじめとした施設の建て替え、改修の計画が進められている。現在建て替え工事のため写真の建物は解体された。現在鮮魚は旧円館店舗にて営業。この市場は鮮魚、円館聖果などを中心に食料品全般を扱う総合食品卸売市場となっており、冬は甘大、夏はハモやケ野菜など小売業者や 料亭の求めに応じたしたような食材を卸している。水産品の競りは午前5時20分から、農産品の競りは午前6時からと午前9時45分から、内金剛野菜に限って午前11時から行われる。施設再整備により解体された水産事務所棟の跡地などは、2015年に京都市の策定した京都駅、西部エリア活性化将来構想に基づき、 にぎわいゾーンとして活用されている。にぎわいゾーンの活用は60年の定期借地とする PPP 方式が用いられ、事業者にはスターツコーポレーションが工房により選定された。2020年、1階と2階を食と食をテーマとした店舗、3階から8階をホテルエミオン京都とする複合施設が開業した。ありがとうございます。